やっほー、こんばんは。お疲れ様です。明けましておめでとうございます。プースーパープープータイムが大量に届いてきております。新年ね、一発目の配信と新年一発目の公演がね、終わりました。はーい。あ、にっくん、あけおめスタンプありがとう。にっくん、あけおめ、前髪かわいい。ほんと？もう汚いね、今前髪見て、もうさパリパリやからやばい。でもやっぱ私ってね、前髪ね分けた方が可愛いと思うんですよ。自分では分けてる方が好きなんです。ちょっと今はねもう汚いんですけど、でもパッツンの方がなぜか人気。今日の MC 最強やった。ほんまですか？面白かったですか？嬉しいです。たけぽん、あけおめありがとう。あけおめ、じんくんもあけおめありがとう。あけおめいつもかわいい。本当ですか？公演終わりはもうねぐちゃぐちゃボソボソやから全然かわいくないですよ。前言ってた前髪分けてるやつまだ？ね、あの切っちゃったからちょっとまもできんくなっちゃった。今年もよろしくなって。こちらこそよろしくやで。今年こそ一押しになれますように。カドピー、あけおめ、あけおめピー。こぐまさん、あけおめありがとう。あけおめピーピー。くまくま、後ろ髪はどうなってるの？どういうことですか？これはツインテールですね。ここがどうしたらいいの？ここが編み込みになっててからのツインテールでございます。今年は本格的に押していくのでよろしく。一押しじゃないと無理ですよ。2023年かわいい始め、嬉しかった。今日来てくれて、ゼロさん、あきおめありがとう。あきおめピ、ケンイチくん、あきおめありがとう。あきおめ、DMM チェックします。何をチェックしてくれるの？今日公園入ったけどめっちゃ可愛かった。いつもマイティしか見ないけど嬉しい。やったー、好きになった。好きになってくれた。可愛いイコール好きにならないんですか？カズ、あけおめありがとう。たけぽんペンライトありがとう。こぐまさん、お雑煮、これは何？お餅。うん、パクパク、おいしい、ありがとう。あゆ太郎ちゃん、あけおめありがとう。成人式の思い出は？成人式の思い出は、和田美優ちゃんやってなってたらい回しに写真撮ったこと。クジャクさん、ハッピーニューイヤー2023ありがとうございます。2023
渡る秋山ありがとう、トマトさん秋山ありがとう。バーゲンで、なんかバーゲンなんかアウトレット昨日行ったんですけど、本当はサンダ行く予定だったんですよ。サンダのアウトレットにその高校の子たちで行く予定だったんですけど、結局タルミになって、やっぱサンダの方が店舗が多いんですね。でタルミって結局何もなくて、あのアディダスでなんかレッスン着買って帰りました。あとフランフランでなんか匂いのやつ買って買っただけかな。何も買わんかった、全然。でもほんまになんかみんなが言ってた通り、なんかあれが初売りっていうのかわからないんですけど、マジでめちゃくちゃ安くてびっくりした。結構舐めてた安さ、まあ、安いって言ってもなんか知れてるやろぐらいで思ってたんですけど、なんかもうすでにアウトレットってすでにもう 30% オフってなってるんですけど、そっからまたレジにて 20% オフみたいな、やばいやんみたいな、びっくりした。福袋は買ってないですね。リンタクハッピーニューイヤー、ありがとう、ハッピーニューイヤー。お疲れ様です、かわいい、ありがとう。マルコ明けおめ、ありがとう、明けおめ。楽しかった、嬉しい。ベアーさん明けおめ、ありがとう。今日の MC 最高に面白かった。本当？本当？ニックン可愛いギフトありがとう。ジュ可愛くてごめん。ありがとう。福袋買ってない。なんか福袋買うの怖いんですよ。ほんまにさ、欲しいものが欲しいやん。いらんもんいらんじゃないですか。だからね、なんか福袋買うのなんか怖いんですよね。そう、あのアウトレットはタルミのアウトレット15日に一旦閉まるらしくて、そうそう、ね、楽しみですね、パワーアップするの。大学の時はタルミのアウトレットめっちゃよく行ってたんで、18期候補生、どこ誰？新之助の原、新之助の助、明けおめありがとう、明けおめ。望む明けおめありがとう、明けおめ。いや久しぶりやったね。関西帰ってきてたん？ユッキーハートありがとう。福袋残り物、そうなの？そうなの？ちょっとコメント見読む遅いな。あ、AKB さんが今18期候補生。AKB さんってめっちゃオーディションするの。人数大変なことなってるんちゃう？メールを見て気になってきました。ありがとうございます。モバメ撮ってくれてるんですね。嬉しい。初夢、なんかもうすでにいろいろ夢見すぎて、何が初夢やったんやろ、覚えてないな。いや、やっぱね、地元最高ですね、うん、地元を住みたい、もう一回。やっぱ地元から通いたい。どう思う、みんな？にゅーちゃん、あけおめありがとう、あけおめ。はっくん、ハッピーニューイヤーありがとう、ハッピーニューイヤー。あ、足元の端っこ、はい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 、わかりました。え、ガチで308人やっば、めっちゃ多いな。そんなおるんや。
喉痛いのは治ってきました。治ってきた。でも咳が出ちゃうんですけど、コロナではないのでね、皆さん安心してください。あの早めの誕生日祝ってくれてありがとう。いやいや、こちらこそ会いに来てくれて嬉しかったよ。ミシェルボーイさん、可愛いギフトありがとうございます。次の公演は10日ですね。1月10日にあるので皆さんよかったらまた見に来てください。待ってます。新しい洗剤可愛かった。あ、そう、洗剤が写真が変わったんですよ。確かにミユに、今のミユに一番近いですね、やっぱあの姿が。ミユが入ってる福袋、一押しになってくれたらあげるかもしれない。ちょっとサイコロが後ろにある、なんなんこのサイコロ、しかもなんかパコパコ鳴ってた、さっき。洗剤ってアタック何使ってたっけ、忘れちゃった。ペコちゃん可愛いゲットありがとう。ちょっと可愛くてごめん、うん、ありがとうございます。あー、何だったら運で使ったのサイコロ、なんでここに今あるんやろ。のすけのすけ、センスありがとう。パタ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 、アンナちゃん明けおめギフトありがとうございます。今日そう、お見送り会でめちゃくちゃミユのことみんな煽ってきてた、こうやってめちゃくちゃ煽られたから、めちゃくちゃ煽り返しといた。面白かった、嬉しかった。いいなちゃん明けおめギフトありがとう。明けおめ、早くみんなに会いたいな。もうさっき何人かファンの人にはもうすでに会ったけど、またみんなに会いたい、会いたいよ。いや、痩せた？え？体重計乗ってないからわからん。でもTGC までにはマジで痩せなあかんと思っております。だから痩せないとやばい、やばいっち。僕回りました。煽ってこないでよ。はっくん、あけおめギフトありがとう。あけおめ、うん、のぞむくんもありがとう。俺もみゆちゃんに会いたい。そう、会いたい。忘れないよ、みんなのこと。逆にみんなが忘れるんじゃないですか。そう、2月 TGC 和歌山は2月11日です。みゆちゃん好き、かわいい。みんな忘れられへんように努力する。忘れないって、忘れるわけないじゃない。大ちゃん、あきおめありがとう。あきおめ、今何分やってますか。私今何分目ですか。今日ね、久々に
一人のあのマンション買える、やだな、このままこのまま実家帰ろっかな、もう一回。寂しいから可愛い？どうしよう、ほんまに嫌かも。もっちゃん今大阪を多分おらんと思う。どうしよう、大阪帰りたくない。今究極の選択中、もう一回実家に帰るか。びっくりするやろな、家族キャリーバッグ持ってバイバイってお別れしたのにまた実家帰ってきたら。あの時の焼肉屋の店長か君は。めちゃくちゃ申し訳なさそうに謝ってきたから普通に許しちゃった。なんで明日お休みだから帰ろうと思ったら帰れる。どうしようかな。帰ろうや。じゃあ帰ろうかな。でもなキャリーバッグ重いから一旦家帰ったりしてたらだるいし、どうしようどうしよう。でも みんな遊ぼう。普通にさ、初め大阪でおらんの寂しいからいや。ベストアンサーが届いてる。お疲れ様です。大人気、あ、カッポンさん、私びっくりしました、中間発表1位でこのまま行ってるんじゃない。劇場から帰りたくなかった。そんな風に甘えられたら可愛いってなる。じゃあもっと甘える。一人暮らししてる人います？だって寂しくない？このさ4日間5日間ぐらいさ実家で過ごしてさ急に一人になるんやで。無理なんだけど、帰ってもご飯がないとか、つらいよ。みんなが一緒にいてくれたら寂しくないんですけど。10日も一人暮らしの家に誰かおったら、耐えられへんわ、はよ帰れって言っちゃう。せんかった、なんで。いいよ、じゃあもしみゆが一人暮らしのお家に帰ったら、あのルームジーくれるん？待って、わからんで、多分わからん。じゃあそろそろランキング読みたいです。読みますね。誰か泊まりに来てもらえばいいんじゃない？大阪に友達おらん。フロア入りや。
入るよ。今日実家で朝風呂してきたから、ママがお風呂入れてくれた。お風呂入りっつって。トリマランキング読むわ。13位リーさん、ありがとうございます。12位右早見マルコ、マルコありがとう。11位のぞむ、のぞむくんありがとう。10位野原しんのすけ、のすけ、のすけありがとう。9位じんくん、じんくんありがとう。8位トマト、トマトユーザー、トマトありがとう。7位ペコちゃん、ペコちゃんありがとう。6位ダイちゃん、ダイちゃんありがとう。5位ニック、ニックありがとう。パク。9位、4位タケポン、タケポンありがとう。ポンポンポン。3位リンタク、リンタクありがとう。触れてまうやろー。そして第2位ハックン、おハックン今日も見に来てくれて嬉しかった、ありがとう。また来てね、ずっと会いに来てありがとうございます。そして第1位小熊さん、おお終わった。まあでも何食べよう、もう食べたいものもない、もう。では終わります、バイバーイ。